競争演劇を知ったのはせいやさんのツイッターで知りました。もともと大学の頃に、丸角企画を見ていて、そこからずっとファンだったんですけれども、そこで、せいやさんがこういう新しい企画やってるっていうのを見つけて、そこから参加ができるっていうことで、これはやるしかないと思って、競争演劇に参加することにしました。めちゃくちゃ熱いですね、やっぱり。いや、なんかこれをやりたかったなというか、こういう仕事って本当に日本でも、なんだろうな、限られた人というかが本当に上の方でやるか、小劇場のみんな仲間うちでやるかの二択の感じがしていたんですけど、今回はもうみんながいろんなところからいろんな人をオファーして、今ここからさらにまた組み合わさっていって、どんな化学変化が起こるのかっていうのも楽しみですし、すごいプロジェクトだなと思ってます。千葉さんにお声掛けいただいて嬉しかったですね。やっぱりやりたいことの一番大きいところなので、それをやらせていただける、しかも皆さんがそれを必要としてくださっているっていう環境に、もう本当に今感謝しかないです。すごい不思議な感覚でしたね。今まで顔しか知らない方とお会いするのって、こうそういう機会ってないので、この人こんな生徒がいたとかこの人こういう感じなんだって、こう首から上のちょっとの情報しかなかった人たちとリアルで会えて、でもこうなんかいつも話してるテンションは一緒でっていうのが、不思議な感覚でありつつ、すごい面白いなと思ってます。競争演劇って本当にさっきも言ったように、いろんなところのいろんなファンのいる方たちが出る、その人たちと一緒に出るキャストを選抜するっていうこともあって、考えなきゃいけないことがものすごくたくさんあって、すごく大変だなとも思ったんですけど、でもその枠を決めて、そこにそこの中でどんな人がどんなことをやるかっていうのは本当に自由だし、本当に実際いろんな人が集まってくれて、受かるからないは別として、すごくこうお互いにいろんな刺激があるのかなって、でそういうのがこうやっぱりこう業界を盛り上げていくことにつながるのかなって感じました。2度目の青春ですね。